ブレイズ・マテュイディは、フランスオートイコール・ガロンヌ県、トゥールーズ出身のサッカー選手。フランス代表、インテル・マイアミ CF 所属。ポジションはミッドフィールダー。父親は、アンゴラ出身。母親は、コンゴ民主共和国出身。クレール・フォンテーヌの卒業生で、トロワ AC で、リーグアンデビュー。2007年夏、エース・サンテティエンヌに移籍すると2008から09。 シーズン前には、アーセナル FC 等の獲得候補に上がるほど、その活躍が認められるようになった。2009から10シーズンには、アラン・ペラン監督のもと、ロイク・ペランの負傷の一時期、ゲームキャプテンを務めた。2011年7月27日、大量補強を試みるパリ・サンジェルマン FC に移籍。中盤のダイナモとして活躍し、 チームの2012から13シーズンから2015から16シーズンのリーグ4連覇と2014から15シーズン、2015から16シーズンの2年連続の国内4冠に貢献した。2017年8月18日、ユベントス FC と2020年6月30日までの3年契約を結んだ。遺跡金は2000万ユーロで3年間の分割払いとなっている。 出場試合数によって、最大150万ユーロのボーナスがパリ・サンジェルマン、FC に支払われる。なお、マテュイディにとって、初の国外のリーグでのプレーとなる。背番号はパリ・サンジェルマン時代と同じ14番で、フェルナンド・ジョレンテや、同郷の先輩であるリリエデシャンが着用していた、番号である。2020年8月12日、ユベントスを退団し、 翌13日にメジャーリーグサッカーのインテルマイアミ CF 加入が発表された。18歳で U-19 フランス代表に初招集されると、19歳で飛び級で U-21 フランス代表の一員になり、チームの軸としてプレーした。2010年8月10日、ローラン・ブラン監督のもとで親善試合ノルウェー代表戦で A 代表に初招集を受け、 同年9月7日に行われたボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦で初キャップを記録した。2014年3月5日のオランダとの親善試合で代表初得点を挙げた。2014FIFA ワールドカップでもフランス代表に選ばれた。2016年 UEFA ユーロ2016の代表メンバーに選出され、準々決勝のアイスランド代表戦では、 オリビエジリューの得点をアシストした。2018FIFA ワールドカップロシア大会では、初戦はベンチスタート。第2戦から4から2から3から1の左サイドで先発出場するなどフランスの優勝を支えた。国際 A マッチ82試合9得点。ありがとうございます。